はい、コズの趣味部屋です。今回はね、またいつもとね、違ったシリーズ、こちらですね。じゃじゃじゃんとね、はい、こちら何かお分かりでしょうか。はい、ジョジョの奇妙な冒険。はい、そちらからね、ダイヤモンドは砕けない。クレイジーダイヤモンドですね。いやこれすごいすごい、なんかね、箱の見た目からするとすごいダイヤモンド感がすごいよね、うん、なんか造形がすごい良さげだったんでね、またリサイクルショップで買いましたけどね、未開封ということで、はい、後ろのねこの箱、うん、すっごいよくできてるよこれね。チューブっつうのかな、うん、すごいな。でこれね、不思議なことにね、全2種なんですけど、もう一個がね、石膏カラーバージョンっていうね、誰得っていうねカラーリングがあるんですよね。今までのワンピースとかドラゴンボールだったら、モノクロとかね、ああいう位置だと思うんですけど、まあ、あれだとわかるんですよね、石膏ってこれもろ原型そのままって感じで、造形そのままっていう、ただ着色されてないっていうだけのね、これ飾るにも飾って、なんかね西洋風の家だったらいいかもしれないけどね、うん、それ以外じゃこれの需要がようわからんな。これいらないな、石膏から、さすがに。結構出来良さそうなんだよな。ちなみに私ね、ジョジョも大好きなんですよね、うん、これのジョウスケも出てんだよな。ジョウスケも揃えたらすげえ飾り映えしそうだな、うん、とりあえずね、これをちょっと開封したいと思います。じゃあね、箱から一回出してみましょう。はい、ちょっとね箱から出そうと思ったんですけど、ちょっとびっくりしちゃったんで、ちょっとね見てもらいたいんですけれども、こういう感じびっくりして、俺入ってねえのかと思っちゃったよこれ。これこんなスカスカなのにこんな大きい袋じゃねえ、箱に入ってんの、何これ、今までにないわ。いやびっくりした。なんかここはあまり空洞の範囲の方が広いから入ってねえのかと思っちゃったわ。すげえな。まあいいよ、ちょっと一回出してみるか。今までにないぜこれ。あ、もうまんま入ってる感じですね。もう組み立てられて。なるほどなるほど。じゃあちょっと袋から出してみましょう。はい、ということでね、袋から出してみました。はい、こんな感じですね。いやあのね、造形とかそういうのはねすごくよくできてるんですよ。一応ねここら辺の青い部分はね、クリアパーツですね。いや造形的にほんと文句なしだね、うん、で、稼働とかはもちろんしませんね。あとこうパーツが外れたりとかそういうのもないです。もうほんと一体になってる感じ、うん、いやーすっげえ、いやいいわこれ顔、クレイジーダイヤモンド感がありますね。でハートになってるっていうね、頭がねちゃんと再現もされてるね。で、台座がちゃんとありますね。まあおそらくここだろう、だな、はいっていう感じですね。いやでもねこれね、ほんと出来はいいですよ、ほんと。
いやこれはジョースキル欲しくなったな。うん、いやこのスパイクとかもね、いいね。わ、公民とあれやな、めっちゃかっこいいなこれ結局ユンカイっていうねいやかっこいいこれ、おお、いいね、かっこいい。いやすごい気になってたんですよね、このフィギュア。他なんかシリーズ化しててね、他にもあのキラーヨシカゲとかそこら辺もね出てたっていうね、ジョータロウとかも。まあ、でもなんかクレジーダイヤモンドがなんかすごいなんか出来良さそうだったんでね、うん、そうなるとついになるジョースケも買わなきゃいけないということになるな。ちょっと両方飾りたいな、揃えて。はい、でね、今回は、まあ、これだけじゃないんだな、うん、これだけじゃないんですよ、実はね、ちょっと今日は届いたものがありまして、それもねちょっと ジョジョ関連なんですけれども、はい、こちら、なんだかわかんないでしょう、皆さんはね、じゃあちょっとね袋から開けてみましょう。はい、はい、一応ね袋から出してみました。はい、こちらですね、まあここら辺のあれ見ればわかりますけれども、バッグです。はい、いやもうジョジョのね、第4部のねダイヤモンドは砕けないの、スタンドとかのね、マークとかが入ってますね。イメージマークとかね。でこれがね、なんとアウトドアっていうね、アウトドアブランド、そちらとねコラボしてるんですよね、結構アウトドアってね服とかね結構靴とかねカバンとか結構高いんですよね、そちらとのコラボレーションアイテムがありますね。はい、いやあのねこれはね、こう斜め掛けするやつですね。はい、斜め掛けのねバッグがねすごい欲しかったんで、なんか普通のじゃつまんねえなと思ったんでね、ちょっとやっぱり自分はね、そういう系が好きなんでね。でもかといってなんかそうわからないようにおしゃれみたいな感じのやつを探してたんでね、ちょうどプレミアムバンダイでね、うん、ちょうど売り出されてたっつうかね、注文されてたんでね、思わずポチっちゃいましたね。で今日ようやく届いたって感じですね。はい、ちょっとねこうアウトドアのね、マークロゴが入ってますね、うん、ブラック、中国製、大体そうだろうな。いやほんとこれはね待ちに待ったって感じですね。ちょうどバッグを買い替えたかったんですよね、持ち歩く。いやこれはいい、やっとこれで、荷物を持ち運べる、うん、という感じでね、今回はねちょっと全然趣向が違うものが1個入りましたけどね。まあでもクレイジーダイヤモンドかっこいいですね、うん、ということでね、今回はちょっとね異色の、紹介となってしまいましたが、もしよろしければね、チャンネル登録また、見てくだされば、いいねボタン押していただけると、幸いです。ではね、また次のフィギュア入り次第紹介したいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。